にちは。こんにちは。じゅんです。マイケル長谷川です。はい、今回もマイケルさんのコラボ動画になっていきます。やっていきましょう、やっていきましょう。はい、今回の動画は、はい、ルーティーン。ルーティーンをちょっとこう教えてもらいたいというか、決めてもらうというか。もうめっちゃ大事です。僕ね、リンゴルさんのね、はい、動画見させてもらってるんですけど、うん、もう打つ前から、うん、あ、もうなっちゃうなっていうのがもう分かる。うん、もうショットのミスじゃない。もう入った時からやるなっていう。そう、やる、これはやる。で、本人、ご本人もこう言ってるね、やっぱり。分かってるけど、うん、それに気づいてないから、うん、毎回そのパターンになっちゃう。ルーティーンで変わるんだったら、すごいいいですよね。うん、そう。やっぱりそれルーティン化することによって、やっぱりゴルフって波が大きいのが、波って絶対に来ちゃうじゃないですか。はい、調子いい時は悪い時。でもこの波を小さくしてあげないと、要はスコアメイクできないんですよ。だからそれを小さくするのは、正しいルーティンを決めて、それを守っていく、はい、うん。で、マイケルさんは、USDTF、はい、インストラクター世界100に選ばれている。いや、もう恥ずかしい。世界のマイケルでございます。トップ100、誰が決めたんでしょうか。すごいですね。アメリカ人が決めてるんですけど、USDTF ってね、まあ、アメリカの方の団体なんですけども、自分で言うのもちょっと恥ずかしい。それからしといてもらっていいですか。そんな世界のマイケルにルーティンをね、ちょっとルーティン確認してもらって、どんなルーティンがいいか。ルーティンね。あ、これもルーティンでしょ。テニスもそうです。テニスも必ず同じじゃん。トントンってやってますよね。あれ絶対ある時は3回やってとか絶対ありえない。だから、スポーツの何でもそう、もうメンタル、ね、たまにあるんですよ、うん、入って歩く出す足間違えちゃったりとか、なんか一緒になっちゃいましたみたいな。あれ、今左足が出たからとか。そんなことありません。もやもやしたまま、もういっか。そういう時大体ミスでしょ。そうかも。そう、だからそういうのはやっぱ決めていかないと。そうですね、はい、じゃあちょっと早速まずね、はい、分析から、はい、はい、分析から、はい、お願いします。はい、これはこの間の、キャメルさんで撮影した。キャメルさんすごい良くなったですね。昔よく行ってたんですけど、はい、もうこの近くにうちのスクールあるんですよ。あ、そうなんですね。これうまくいってるパターンですね。はい、うん、まあ、こういう感じで後ろから入るわけですね。はい、また目がけて打ちましょうみたいな感じでこう入っていくんだけど、これはまっすぐ向けてる、はい、まずこれは正しく向けてるんで、はい、これいい球だなと思うんですよ。うん、で、もう一個こっち、あ、ちょっと最初ホール、はい、最初ホール、これで言うと旗狙ってると思うんだけど、はい、もうこれもうバンカーの方向見ちゃってる。あー、ほんとだ。もうこっち向いちゃってるんですよ。で、基本右向いてるときはもうミスショット。うんうんうん。で、これに関しては、あ、もう言ってますもんね、これ。言ってますね。そう、マウンド気になるとか。なんかね、こっちです。だからこれ向いてる方向、バンカーのここ向いてるんで、向いてる方向にまっすぐ行ってる。だからスイング悪くないけど、ミスショットみたいな感じになっちゃってるわけです。うんうんうん。で、これを無理くりこっちに打とうとすると、大体そこで引っ掛け。要は引っ掛けチープ。はい。そう、あそこでスイングと、合ってきちゃう。うん、だからスイングがどんどん悪くなる方向のスパイラルに入っちゃう。右に向いてガッてやっちゃう。そう。そういうことですよね。そういうことなんです。だから、ここのルーティーン、この入っていくところのルーティーンをしっかりこう定めていかないといけなくて、うん、ポイントがね、いくつかあって、はい、この素振りを、まあ、ティーアップしてからして、入っていくときに、この辺りって何か考えてますか？スパッとかなんか決めてる？かな、なんか、この…これかな、これ。これこれそう、なんか、これ。後ろから入ってって、うん、なんか、ここ。うん、この、これ。ボールと、この辺の芝、みたいな感じで、うん、ね、多分見てるんですけど。なるほどね。これね、こう入っていくと、まあ、言うてる入って、もうここからも目標全然見ない。ここで 見てるけど、決まっちゃってから見てるんで、はい、なんかここで、あれ右向いてこうなるから、あれなんか変な感じするなって言ってるじゃないですか。変な感じはこれ右向いてるからなんですよ。なるほどね。そう。だから、もうちょっとボールに入っていくときには、結論から言うと、目標を見ながら入っていく。ああ。はい、
そう。それでいいんだ。目標を見ながら入っていくのと、あとは、これはちょっとこれはダメだったらやめてもらってもいいと思うんだけど、右向きやすい方っていうのは、右手一本でクラブを持って、ボールに対して入っていくと右向きにくくなるので、そう、まあ、そのあたりをルーティンに入れていきたいなという感じなんですよね。なるほど。右向かないようにすればどうすればいいか、はい、そうということですね。よくあるのが、いやこれティーグラウンドがどっちかっていうとコースも左側の方にあるじゃないですか、はい、こういう時は右向きやすいです、ね、さんなるほど、はい、でこれってほぼ真ん中ぐらいにあるんですね、はい、こういう時っていうのは雰囲気的には左向きに行くっていうことはどういうことかっていうと、基本ボールに対してボールをティーアップします。今真後ろから見てると思うんだけど、ちょっと左か右側からこうこっち側に回り込んで入ってくるといいんですか。いいです。へえ、そう、できるだけ右目から入っていった方が右向きに行くなと。確かにこっちからの方が多いですね。そっちの方が多いですよね、うん、そう多いと思います。あえてこっちからこっちから入るようにした方が悪くなりにくいかな。まあやってみましょうか。そうですね、はい。今のポイントが、はい、ニュースの悪いスパイラルに入ってしまう、はい、要は右向きをとにかく直すルーティンを作ると、うん、はい、いうことなんですよね、はい。で、まあ、あと一定にするっていうことを考えると、秒数を測って、うん、自分が一番心地よく入れる、うん、成功確率が高い秒数っていうのを本当はストップウォッチとかで測って、まあ、それが速い人がいいっていうのもありますし、うん、ゆっくりの人がいいっていうパターンもあるんですけど、うん、一定にすることが大事。はい、大体プロの平均だとティーアップしてからボールが出てくるまで、うん、大体平均17秒ぐらい。うーん、めっちゃ早いです。早い。一回ちょっとやってみたらいいです。はい、コースだと思って、はい、一回打ってみましょうね。はい、あとね、ちょっとこっち、じゃあもうティーアップしてからいきます。はい、はい、ギュッ、うん、OK、 はい、えい、そんな感じね。で、まずどうなったらするでしょう。17秒34。やばっでも遅い時あるかもしれないですけどね。もう遅い時ある。うん、多分この前で行かない感じはするけど、割と遅い人の方がメンタル左右されやすい。いや、僕のそれは僕の経験なんですけど、うんうんうん、昔倉本正弘さんってプログラム、はい、今会長がやってるんですけど、はい、もう本当に歩きながら打ってるぐらいのぐらい早いです。だから上手な方っていうのは割と早い時間で、ビギナーの方とか、まあ、今注意することいっぱいあるじゃないですか、うん、構えてとかあるからどうしても長くなっちゃうんだけど、はい、この辺はやっぱり、まあ、20秒以内では、まあ、25秒以内では来たいなっていうか、まあ、皆さんもねこれ一回測ってもらうと自分が遅いか早いか分かりますか、うん、結構皆さんね自分の前に入ってるから自分が遅いとか早いとか分かんないから数値化した方が分かるんですよ。すごい、すごいっていうか、なんか当てちゃ、17秒当てちゃったみたいな感じで、当てちゃって、何もありませんみたいな感じになっちゃう。だから、まあ、ニューさんのルーティンを決めていかなきゃいけないんだけど、だから今の感じでいいと思うんですよ。ティーアップする、後ろから見る、素振り1回構えて打つ、いいと思うんですね。はい、だから、その中の内容が、ちょっとここだと左から回って、こうやって入ってたりとか、後ろってことですか。そういうこと。あ、まあティアアップします、はい、で後ろ行きます、で素振り、で、そう、ここは真後ろから見て、はい、で、これって大体ここで、大体この辺のスパッとかなんか、あ、芝見てるわけです。芝見てます。例えばこういうスパッとみたいなやつを決めるわけです。先に見た方がいいんですかね。30センチぐらいだっけ。はい。そう。手前ですよ、今見てる。マジっすか。はい。あんまりいないと思う。先ないです。先ないです。なんか、そしたらもうちょっとこう、見えるのかもしれない。そう、先ないです。で、はい、そこは真後ろから見て、例えばここに物置いてきませんかな、はい、この辺の落ち葉みたいなのを見つけて、入ると。こう、うん、もっとこう。そう、で、入るときには、で、もう見たら、ちょっと回り込んで、そう、回り込む。そう、左。こっちから。そうそうそう。右からこうやって入っていって、右手で、で右手一本。これがないと気持ち悪いです。そう、そうやって入ってほしい。右手で入って、で目標を見ながら構える。こう。そう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 。うん。そう。で打つ。で打つ。うん。これ
っちに一歩入ってもいいかもしれないね。なるほど、はい、でずれてこうやって入っていくのがいい。でも右から入りにくかったらもう回しておいて、こっちから絶対行かないんです。多分こっちから見てる方が結構多い。そうですね、うん、そう、もうここしか見てない確かにここしかこうこうやって、こうやってなっていう、で、ここら辺がなってたんですよ。やめましょう。やめましょう。こっち見た方がいいですね。そう、そう、そう。で、なるほど。して、で、そうそうそう。引き目どっちかね。右だと思う。そう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 、ちょっとで、そう、これだったらまっすぐ、うーん、まあ、そうだからルーティーンなんで、はい、アイアンも一緒、はい、まあ、今回ティーアップしないで秒数は変わってくるんだけど、はい、入り方としては見たらスパットを決めます、はい、それに対してもう決め、そうスパットはフェースの向きだから、目標見ながら、めちゃめちゃいいと思います、うんうん、でもなんかここ、あ、見失いません、スパッと慣れ、これね、意外とこれも技術で、はい、技術でパターンこうマーク合わせるのがあるじゃないですか、はい、あれだって技術、うん、あれがきっちり合う人と合わない人って絶対スコアが違うはずなので、うんうん、要はこういうのも落ち葉じゃない、落ち葉落ちてないですから基本。そうですよね。落ちてない。だから芝目とか見て、うんうん、そうそうそう、見ながらそこに見ていけるといいと思います。技術なんだ。技術、それは。競技で言ったらゴルフって球技なんだけど、ターゲットスポーツのブレイクなんですね、うん。はい。ダーツとか、うん、射撃とかアーチェリーとか、うん、まあ、そういうことと一緒なんです。はい。いきなりだってこう射撃でこっち向いて打たないじゃないですか。はい、こうやって打つ方が難しい、うん、そう。だから合わせるのも技術なんです。だからここはまず正確に合わせるっていうことが一つと、そう、正確に合わせるための流れを固めるっていう、この2つのポイントができて、まあ、初めて、はい、ジュンさんのスイングが生きてくるということなんですよ。だから今の向きのままやるとスイングが、ね、だんだん悪くなる、うん、この流れになるので直しましょう、はい、うん、いいスパイラルに戻して、そうです、ね、最近なんか本当に適当に構えてたなと思って、うんうん、ちょっと直してはいるんですよ。あ、けどまだそうこんな感じ。だからルーティンの中に入れていかないと、要はちょっと右向きにするとか左向きにするっていうぐらいだと直らないと思います、はい、これご覧の皆さん、はい、多分自分他の人のから動画をね、ラウンド動画撮ってもらうことも結構今あるじゃないですか。あ、そうですね、はい、結構みんな撮ってます、ね、見たらみんな客観的に見るんで、うん、自分が左向いてるとか右向いてるか分からないけど、今日は純さんの場合は右向きやすいから、はい、左右手で入ってるけど、うん、左向きやすい人もいるんです。あ、そうですね、左向きやすい人は左手から入った方がいいです。へぇ、うん、だからこれはタイプがあると思いますから、じゃあ一回動画を撮ってもらって、撮ってもらって、どんな感じか絶対やった方がいいです。もうこれ結構スイングのことって今 YouTube とかいっぱいあるけど、うんうん、結構このそれは後の話で、ね、うん、ちゃんと構えられてるかどうかっていうのが、うん、本当大事なので、ターゲットスポーツです。いやー、すごい、この世界トップ100だろ。世界トップ100はすごい、やっぱり自分で言っちゃった皆さんも、もうこれで、ね、はい、チェックして、はい、自分がどういうパターンなのか、うん、どういうタイプなのかね、そう、右で入った方がいいのか左で入った方がいいのか、はい、ちょっとやってみて、はい、スコアアップにつなげてもらえたらなと思います。はい、はい、頑張ってください、マイケルさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ラウンド楽しみですね。そうですね、はい、早く行きたくなっちゃいますね。あ、そうそうそう、大事、うん、早く練習したいとか、できるコース行きたいって思えることが、いや、見失ってましたね、最近そういうの見失ってた、はい、戻しましょう。戻しましょう。戻しましょう。そこは春に向けて。はい。はい。はい、今回もありがとうございます。ありがとうございました。